でもね、俺遅刻はね、うん、怒れへん、俺後輩が遅刻しても。え、怒らない？遅刻ってもうそこでも思いっきり罰受けてない？でも罰受けない、ほんまに車に跳ねられようって思うやん。あ、まあ、ちょっと死なん程度に跳ねられて、なんかそれでなんか理由でとか、うん、いやほんまにもう行くの嫌やなみたいなあるやん。でもそれなんだけど、じゃ遅刻してシャワー浴びてくださいやろ、なんかゆっくり。俺そうですよ、浴びます。浴びるの当たり前って。いやこれはね、これじゃどっちがいい？遅れてすいませんって言って、くっさいにはブーンって口も臭いしさ、必死さがあって、あそうか思うけど、シャワー浴びていや謝る時の清掃の方がいいでしょ。いやどうやろう。いやいいでしょ、まあ、その遅刻でそう一番間に合わなかったのも知らないけど、うん、ギリギリ遅刻で。でもそんな姿でお客様からお金取れます？お金取れんけどね。いやでも田舎どうやろうな、それ。いやあのね、要はね、うん、カップルでもあるでしょ、うん、あの急いで、あ遅刻遅れずに来たから、靴お前買った方サンダルやんけみたいな方がいいっていうやつと、うんうんうん、いや俺は遅れてもちゃんとしてくる方がええわ。いや俺はだって間に合ってももう一回履き替えに帰らなあかんわけでしょ。なん草履と革靴でデート行かれへんや、そっから結局もっと遅刻になるから、ゆっくりやってきて10分ぐらい遅刻する方がいいやん。そうなんかな。そ、時間にちょうど間に合うっていうことが全てじゃなしに、どんだけし、やっぱり結果が全てやで。そう、兄さんみたいに始まる前3時間前におっても滑ったら意味ないですよ、ね、行きましょう